DAW レッスンの鈴木です。 K コークで始める DTM 入門講座、今回はプラグインエフェクターの設定方法と K コークに最初から収録されているアンプシミュレータープラグイン TH3 の基本的な使い方について紹介してみたいと思います。プラグインエフェクトというのはその名の通りではあるんですけれども、パソコンの中、つまり K クォーク上で使用することのできるエフェクターのことをこう呼びます。K クォークにあらかじめ収録されているプラグインのほか、 VST というフォーマットに対応していますので、オプションのプラグイン追加で購入してきて K クォーク上で使うなんていう使い方もできてきます。実際にかけてみたいと思うんですが、今回はあらかじめエレキギターの演奏を録音してみました。ちょっと一回聞いてみてください。というエレキギタースの状態、つまりオーディオインターフェースのハイジー端子にエレキギターを直接接続して録音しただけという状態になっています。エレキギターやエレキベースの場合ですと、やはりアンプで音を作るというのが基本になってきますので、このままだとかなり味気ない状態になってしまっていますので、アンプシミュレータのエフェクターを使って加工していきたいと思います。プラグインエフェクトを使う方法いくつかあるんですが、まずはメイン画面のトラック上に設定する方法から見ていきたいと思います。トラック部分、こちらの部分に FX という項目が表示されているかと思います。もしない場合には、こちらのパラメータというのはトラックの表示サイズによってこのように隠れてしまう場合がありますし、また今このカスタムとなっている部分、こちらの部分で非表示の設定になってしまっているということが考えられますので、こちらクリックしていただいて、オール。これで全てのパラメータがトラック上に表示されるという仕組みになっています。ここまでできましたら、FX 項目の右上にあります、こちらプラスボタン。ラックメニューの表示、こちらをクリックします。すると何を追加するんですかというふうに聞いてきますので、オーディオ FX の挿入、その中から使用したいエフェクトを設定していきます。今回アンプシミュレーターですので、ギターのカテゴリーにいる TH3、 これを使ってみたいと思います。もしかしたらこの表示順についてはお使いの環境の設定によって変わってしまうかと思うんですけれども、 TH3 最初から収録されているかと思いますので探してみてください。するとこのようにプラグインの画面が立ち上がってきます。この状態で再生してみると、まだエフェクトの設定が何もされていない状態ですので、先ほど聞いてたやつの状態が聞こえてしまっています。ちょっとわかりやすくするために画面大きくしちゃいましょう。この TH3 ケイクオークはオーバーラウドというメーカーの作っているアンプシミュレーターのプラグインなんですけれども、ケイクオークバージョンでは必要最低限のアンプとエフェクトに抜粋して収録されているというような製品になっています。使い方自体は非常に簡単で、まず左の部分から使いたいものを選んでいきます。今こちらのメニューがオールカテゴリーという風になっていますので、使用することのできるアンプであったりキャビネット、エフェクター全て表示されている状態ですけれども、例えばアンプだけ見たいよなんていう場合には、こちらのメニューをクリックしていただいて、アンプなんていう風に選択していただくと、アンプだけ絞り込んで表示することができるようになっています。今回は定番のマーシャル系アンプを選んでみましょう。こちらロック900UK、 これをこの画面の真ん中、こちらスタジオの床だと思ってください。こちらにドラッグします。こうするとギターアンプが追加されました。ちょっと聞いてみましょう。音は歪みましたが、なんかイメージ違うなと思われた方も多いと思います。エレキギターというのはアンプとキャビネット、つまりスピーカーを組み合わせて初めて音が出るという仕組みですので、この状態ですとキャビネットがまだ設定されていないから、今のようにジャキジャキなサウンドが出てきてしまったわけです。そうしましたら今度キャビネット、ここでアンプの後ろ、つまり右側ですね。にキャビネットを追加していきます。こうすると聞きなじみのあるアンプサウンドが出来上がりました。せっかくですのでエフェクトをさらに追加していきたいと思います。ではオーバードライブで、このチューブ9、チューブスクリーマー、オーバードライブですね、これをアンプの前に接続してみたいと思います。アンプの前に接続する場合にはアンプより左のエリア、こちらにドラッグ&ドロップしてください。そうするとオーバードライブがかかってきます。使いたいものが設定できたら、あとは各パラメーターをそのままマウスでドラッグして音作りをしていきます。ではちょっとやってみます。パラメーターがちっちゃくて見にくいなんていう場合には、こちらの表示倍率を変更していただくと見やすい状態作ることができるかなと思います。マウスでそのまま画面ドラッグすることによって画面内をスクロールすることができるようになっています。また面白いのがキャビネットのセクションなんですが、
こちらはスピーカーにマイク2本が立っているんですが、それぞれのマイクをこのようにマウスドラッグすることで移動することができます。ちょっとこのサウンド変化も聞いてみましょう。まずは真ん中の状態、ちょっと外していきます。といった具合にスピーカーの真ん中に置くと高域が強調されたような、少し外していくとまろやかな柔らかめのサウンドを作ることができます。またサウンドを歪ませていくと演奏していないところでノイズが気になるなんていう場合もあるかと思います。そういった場合にはノイズゲートというエフェクトを設定することができるんですが、そちらこちらマスターの項目見ていただきますと、ここにノイズゲートというパラメータがあります。今フレーズの最初の部分、この無音の部分ですね、ジーっていう風に打っちゃってます。ここ耳障りだななんていう場合には波形をもちろん切ってしまってもいいんですけれども、ノイズゲートのパラメータを上げていくとノイズ成分をカットしてスッキリとしたサウンドを作ることができるようになっています。当然音作りをしていくと違うアンプに変えたいなんていうケースもあると思います。その時には右クリックすると各モジュールを削除することができますので、いろんなアンプのサウンドを聞いてみてください。例えば今度は歪まないアンプを選んでみましょう。今アドマッチングキャビネットというメッセージが表示されましたけれども、これはアンプヘッドに対応したそのモデル用のキャビネットを自動設定しますかというメッセージですので、使用する場合には Yes Please、 いや自分で設定するよという場合には No Thanks を選びましょう。今回は Yes Please をクリックするとアンプヘッドとキャビネットが一発で設定できました。なんていう具合です。どんな音を作るのかは本当に人それぞれ、好みだったり曲のイメージによって変わってくるかと思いますので、いろいろなアンプとエフェクターの組み合わせ試してみていただくといいかと思います。とは言ってもそんなにギターが詳しくないから音作りどこからやっていいかわからないなんていう場合には、画面の左の部分にはプリセットの設定が入っていますので、こちら使っていただくと便利かと思います。上のバンクの項目を選んでいただくと、この下にプリセット出てきますので、例えばクリーのセッティング、ダブルクリックで呼び出すことができます。聞き比べてみてください。今回は録音した後でアンプシミュレーターを設定しましたけれども、当然演奏を録音するときにこの音を聞きながらプレイしたいなんていう場合もあるかと思います。その場合には前回ご紹介した通り録音の準備をしていただいてから、ここにありますインプットモニターというボタン、こちらを点灯させた状態で演奏していただくと、アンプシミュレーターがかかった状態の音を聞きながら演奏することができるようになっています。録音するときにアンプシミュレーターを設定した状態で録音したとしても、実際に軽空屋上に録音されるのはエフェクターのかかってないドライのサウンド、つまりこの音ですねが録音されますので、録音後に全く違うサウンドにしてしまうなんていう使い方もできてきます。また今回はエレキギターを想定してやりましたけれども、ボーカルを録音するときに自分の声にリバーブ残響をかけてそれを聞きながら録音したいなんていう時もあるかと思いますけれども、基本のやり方は一緒です。エフェクトの中で今度はリバーブですので、オフディオ FX からリバーブ、例えばブリバーブ2警告なんかを設定してこの状態で歌えばいいよという形になっています。警告にはあらかじめいろいろな種類のエフェクターが入っていますので、こういったものを組み合わせることによって好みのサウンドを追求していくことができます。ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。